ちょっと雑魚になって行ってみますか。ありがとうございます。今年は記録的に開花が、早まりました。昨年も早かったんですが、半月以上も早いということで、非常に心配 しました。そんな中で花納まり、する頃にやはり天候が良かったせいで、放射冷却ということで、3、4回霜が降りまして、その、影響かどうかはちょっと定かではないんですが、ご覧の通りちょっとなりがまばらといいますか、そんな感じがしております。品質的には毎年なんですが、非常に病害虫の被害もなく、非常に良質なのがついております。若干今年春から非常に雨が少なくて、ちょっと水分不足で、実の太りが悪いのかなという、気がしますが、ここ今日の収穫初日でだいぶ実の方も大きくなりまして、大きいサイズが取れるようになっております。コシの芽は非常に皮が薄くて、種が小さい、そういったことで非常に梅干しにしていただけますと、実がたくさん詰まっていて、皮が邪魔にならないっていう、非常に優れた品種なんですが、今日のように、雨もらえますと皮が破ける、劣化をするというのが非常に一番の欠点です。皮が薄いために、破れるっていう、劣化をするという、そういう品種になっていますんで、梅干しに、してもらえると非常に皮が薄くて、美味しい梅干しになります。私からするとやっぱり一番梅干しに していただけると、一番、このコシの梅の良さが出ると思いますが、梅酒にしろ梅ジュースにしろ、梅干し、梅は昔から健康食品と言われていますので、ぜひ一つ梅酒でも梅干しでも、作っていただいて、食べていただければ ありがたいなと思っています。もう朝の気温の低いうちに収穫しませんと、やはり梅自体が熱を持ってからでは痛みが進みますので、やはり気温の低い、いわゆる朝飯前から、収穫、お昼まで大概の人が収穫しています。なっているところ一番見れば分かるんですが、こうツヤが出てきます。はい、で見た目ではツヤが出てきた時期、それからなってるところが取れるのと残るのがあります。これ全部取れるようになってしまいますと収穫遅れになりますんで、この比率かと思います。ポロポロとこう取れるようになると収穫適期といいますか、遅れると今度熟しすぎて、はい、柔らかくなったりっていうのはあります。